皆さんこんにちは、ジェイです。今日は日本の介護施設の面接でよく聞かれる質問3回目のレッスンです。1回目は自己紹介について、2回目はなぜ介護の仕事を始めたかについて説明しました。今日は介護士として働いて一番良かったことや大変だったこと、それから日本語でのコミュニケーションで困ったことについて説明しますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それからこちらの動画を何回も繰り返し見て面接の準備をしてください。では始めます。質問1番目、介護士として働いて一番良かったことは何ですか？このように聞かれたら次のような答えが良いと思います。入居者様に笑顔でありがとうと言われた時、介護士になって一番良かったと思いました。もしくは認知症のある入居者様の対応をするとき、どうやって優しく対応できるか常に考えて取り組んでいると上司に評価していただいたときや、入居者様の人生についていろいろな話を聞いて、自分の知らない日本の歴史や生活を知ることができたときに、介護士になってよかったと思いました。入居者の意味はレジデント。認知症はディメンシャ。対応するはディルウィッド。歴史はヒストリーの意味です。質問2番目。この仕事をして一番大変だったことは何ですか？と聞かれたら、次のように答えましょう。介護の仕事を始めた時は、体力をかなり使う、疲れを感じやすい仕事なので大変だと思いましたが、休みの時はしっかり休んだり、栄養があるものを食べたりして健康管理をしています。体力はフィジカルストレングス。疲れやすい。tired easily。栄養があるもの。nutritious food。健康管理はヘルスマネジメントのことです。もしくは、前職は入居者様が100人ほどいらっしゃるので、全員の名前、部屋番号、ADL を覚えるのがとても大変でした。なるべく早く覚えるため、常にメモを取ったりしましたが、人数が多いので、全員を覚えるのに時間がかかってしまいました。ADL は Activities of Daily Living。人数は Number of People の意味です。このように、自分が大変だったことを
話した後、休みの時はしっかり休んだり、栄養があるものを食べたりして健康管理をしていた。それから常にメモを取っていたことなどを話すと、面接官は大変なことを克服するために協力している人だ。うちの施設に来たら積極的に働くかもしれないと思うのです。克服するは overcome。努力するは make an effort。積極的に働くは work actively の意味です。大変だったことだけを伝えるのではなく、大変だったことをどうやって乗り越えたかについても話すようにしましょう。乗り越えるのは overcome の意味です。質問3番目。他の職員と日本語で話をするとき、日本語で困ったことはありましたか？と聞かれたら、次のような答えが良いです。日常の会話は問題なかったと思いますが、仕事を始めたとき、介護の現場で使う表現が理解できなくて困りました。それでメモを取りながら介護の表現を覚えるようにしました。このように答えると面接官はわからない日本語はちゃんとメモを取って覚える積極的な人だと思うのです。積極的の意味は actively です。他の答えとしては、同僚が早口で話すと聞き取れないこともありました。その時は仕事でミスをしてはいけないので、同僚が何を話したか必ず確認するようにしました。このように答えると面接官はこの人は理解できない時、勝手に自分で判断しないで必ず確認するタイプなので安心だと思うのです。同僚は co-worker。合定は at once discretion。判断するは judge の意味です。また、他の答えとしては、日本語は本当に難しいと思っています。日本語で話すのは大丈夫ですが、聞き取れなかったことがあり、同僚と話すときはなるべく集中して聞くようにしていましたが、それでもわからなかったことは同僚に聞いたり、スマートフォンで調べたりしていました。こちらの答えで出たスマートフォンでわからなかったことを調べるということはかなり良い印象をもたらす表現です。わからなかったことをわからないままにする人と自分から調べる人とは
かなりの差が出てきます。面接の時には、日本語を克服するためにやっていることをできるだけ具体的に話すようにしましょう。今日の動画はここまでにします。またすぐに介護施設でよく聞かれる質問、4回目の動画をアップします。今日のレッスンでわからなかったことや質問などがありましたら、いつでもコメントを送ってください。なるべく早く皆さんの質問に答えるようにします。皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイ。